はい、どうもー、南品洋治です。ーす。はい、ということで、えー、今回のテーマは、えっ、ー、と、FX の初心者向けなんですけど、えっ、ー、と、テーマはね、損切りです。で、初心者の頃っていうのは、えー、と損切りをなんでしなきゃいけないのかっていうのが、あの、頭の中で全然明確にできてないんですよね。うん、で、これ見てくださってる初心者の皆さんも、あの、ちょっと考えてみてほしいんですけど、どうですか損切りってなんでしなきゃいけないのかなうん。で、あとは、えー、損切りすることによって、その、 えー、負けを小さく切ると。ね、負けを小さくして、トータルで、トータルでプラスになればそれでいいよって、あのー、よく聞きますよね。聞いたことありますよね。うん、でも、それの本当の意味、実際にそういう経験って初心者の子って実際したことがないじゃないですか。ね、よく聞くし、本人も書いてあるけど、実際に経験したことないから分からないって人ほとんどだと思うんですよね。うん、で、ここで僕がお勧めしたいのが、えー、プロのギャンブラーに学ぼうってことです。ね 結構ね、FX トレードであの成功してる優秀なトレーダーさんたちって結構ね、もっとプロのギャンブラーって人が多いんですよ。うん、で、まあ、以前ねあの、話伺ったことがあるんで、あのその話をね今日は交えながら FX における損切りの重要性を、えー、ギャンブラー視点で、えー、学ぼうっていう動画を撮っていきたいと思います。そしたら、えー、と今回はね、えー、スライドを用意してあるんで、それをやっていきます。そしたら、えー、FX とギャンブルなんですけど、FX とギャンブルって、まあ、わかりますよね とても似てるんですよ。と、とてもっつって、ちょっと、<laughs> こうやってななっちゃったんですけど、とても似てるんですよ。で、これは、もっともっと、あの、正確に、あの、深掘って言うと、優秀な FX トレーダーね、あの、勝ててる、ちゃんとプラスに持ってきてる優秀なトレーダーと、プロのギャンブラーね、もうギャンブルだけ制限立ててる人、世の中にいますよね、パチプロとか。ね、そういう人たち、この2つの,あの人種って、めちゃくちゃ共通点が多いんですよ。考え方なんですよね。 考え方がめちゃくちゃ似てるんですよ。うん、で、それは、えー、と今から具体的に説明していくんですけど、えー、特に、ね、特にこの動画の、えー、テーマである、損切りの考え方ですね。損切りの考え方が非常に非常に似ています。はい、じゃあ、実際に、ね、この、えー、2種類の、えー、優秀な FX トレーダーと、えー、プロのギャンブラー、えー、これの共通点です、ね、を、えー、実際に、えー、見ていくと、とにかくね、FX においてもギャンブルにおいても、えー、そのギャンブル要素を徹底的に排除してるんですよね。 まあ要するに運に左右される要素ねもう運任せになってしまう場面っていうのをいかに作らないか排除するかっていう話なんですようんで、それをね、ギャンブル要素を排除するそのためには条件が2つあります,2つあります1つ目、まず優位性が低い場面で損切りが可能であること損切りが可能であることもう要するにもうそれ以上お金はかけるのをやめるよっていう自分で選択できるかどうかってことなんですよ、ね 優位性が低いな、優位性がもう低くなったなっていう時に損切りができることが大事条件ですね。そしたら、えー、2つ目の条件。2つ目に関しては、えー、優位性が高い場面では、えー、増資が可能であるということです。増資が可能であるということ。はいえー、優位性が、最初って優位性が分かんないんですよ。ね、だから、例えば、えー、FX でエントリーしました、えー。最初は自分がもちろん優位性が高いと思って取れしてるわけなんですけど、でも、逆行してきたら優位性がもう低くなってるじゃないですか。ね ってことは、えー、それで損切りできる自由。あのー、損切りできるじゃないですか、FX ってそこで、ね。これは例えばギャンブルでも一緒で、例えばポーカーありますよね。で、ポーカー、みんなやったことあるよね。で、ポーカーで、えー、自分の、えー、手札を見たときに、やべえな、全然役が揃ってないなって時ありますよね。で、ああいう時どうすればいいかって言ったら、降りればいいんですよ。ねまあ、実際にあのカジノでのポーカーはお金をかけるんで、そのお金を まあ最低限のあの最低ベット額っていうのがあるんで、最低ベット額だけもう上げて、もう他はもうかけないで降りればいいんですよ。ね。だからそれって損切りじゃないですか。わかりますね。だから優位性が低い。ね。あ、全然役が揃ってないなとか、FX だったらエントリーしたのに逆行してきちゃったな。で、優位性が低くなったって判断できたときに損切りができるってことは一つ目の条件なんですよね。うん。 そしたらは2つ目の条件。えー、これは優位性が高いときにえ増資が可能であるということ。まあこれは要するにポーカーで言ったら役が揃っているときっていうのは優位性が高いじゃないですか。勝てる優位性が高いでしょだからそのときに最低ベッド額に増してちょっとずつ自分のえお金をかけていけるじゃないですか。そうですよね。うん、FX もそうじゃないですか。で、自分がえーエントリーしてそのままえーレートが伸びていってくれた。例えば買いを入れてロングしてるときにえー,レートがちゃんと上昇していってくれた、ね。そこで増し玉とかもできますよね。はい。 ね、だから優位性が高いってなったときに増資が可能であるということ、はい、この2つの条件を満たしていれば、その FX のトレードであったり、そのギャンブルっていうのは、運に左右されない、その運に左右されるっていうその運任せ、ギャンブル要素というのが排除できるということになります。はいねまあ、あの今説明した通りり、ね、FX は、えー、この2つの条件あの満たしています。はい、で 実はですね、ギャンブルの場合は、この2つの条件を満たしているかどうかって、そのギャンブルの種類によるんですよね。はい、さっき具体例に挙げたポーカー。ポーカーに関しては、この、えー、条件は満たしています。2つとも、2つの条件を満たしているので、えー、ポーカーで正規を立てるということは原理、現実上、可能なんですよ、はいね。ただ、ものによっては、あのー、えー、とーギャンブル性を排除できないもの。まあ、ぶっちゃけそっちの方が多いです。はいで まあ、ギャンブルの場合は、種類を選べば、この2つの条件をえ満たすことができて、ギャンブル要素を排除するってことができます。はい、そしたら、ここからは、プロのギャンブラーの考え方っていうのを、実例、本当にこの人たちはどういう考え方をしているのかっていうのを、パチンコとね、スロットを例にしてあの話していきます。これは FX にもめちゃくちゃ応用可能です。というか、FX で考えるより、プロのギャンブラーの考え方で損切りを見ちゃった方が、めちゃくちゃわかりやすいんですよね。はい いや本当にあの初心者の頃をの自分にあの見せてあげたいなっていう動画になります。で、実際の具体例は、今回皆さん多分なじみ深いと思うんですけど、あの日本人の人ってパチンコをすると大好きですよね。なので、これでやっていきます。まあ、僕もあの経験はあるんですけど、あのもちろんそれで生計を立てたことはないですし、はいまあ、ただね、以前ね、そういうまあパチプロの人とあの会ったことがあるんで、あのその人のえと話をえしていくと、えー、とまずね、優位性の高い台と優位性の低い台っていう、もう、 分かれてるんですよあのパチンコとかスロットって。うん、で、僕らその素人がね、そのパチンコ屋に入ってあの見ても分かんないじゃないですか。まあ、あのプロはその釘とかを見るらしいんですけど、パチンコ、ねはい。で、パチンコでもスロットでもあの設定1から6っていう、まあ、これ用語なんですけど、設定1からまあ6まであるわけですよ、ね。で、6に、 6に近づけば近づくこと、要するにえ数字が大きくなれば大きくなるほど優位性っていうのが上がってくるんですよ。パチンコとかスロットで優位性っていうのは何なのかって言ったら、要するに出やすさですよね。パチンコ出ると弾がいっぱい出るじゃないですか。たまにあのめっちゃ出てる台打ってる人 <laughs>、周りにすごいカゴに。 ああいうことですよね。で、あれをお金に変えられるわけじゃないですか。まあ、お金というか、景品というかね。はい。だから、あのその設定6番っていうのを見つければそこ、その台を打ち続ければいいっていう話になりますよね。うん。なので、一大テーマは、この設定6の台を探すっていうことなんですよ。ね。そのパチンコとかスロットの,あのプロの、えー、パチプロとかの人からするとね。はい。で、ここで考えなきゃいけないのが、実際にそれでもうパチプロとかはそれで成形立って,てるわけじゃないですかね。でそれで、えー もうプロですよね。だからそれで成型立って,てるわけだから、ねで。それとアマチュア、ねあのー。僕みたいなパチンコ全然、あのー、もうそういう釘とかもう全然わかんないアマチュアの素人、ね。何が違うかって言ったら、優位性の見極めなんですよ。優位性の見極め。だから要するに、パチンコとかスロットでいう優位性の見極めっていうのは、えーまあ、これ FX も一緒ですよね。FX もあのエントリーするときにいかに優位性が高いか低いかで判断していくじゃないですか。エントリーするかどうかはね。うんで えとパチンコとかスロットに関しては、この優位性の、えー、見極めっていうのは、まあ、要するに6番かどうかってことですよね。設定が6番かどうか。6番が一番出やすいんだからね。で、これに関しては、あのまあ、諸説あるんですけど、やっぱこれ一概には言えないんですよね。そう。ただ、大体いい、いろんな人に話聞いて、大体いいみんな同じこと言うのが、リーチになった時の反応ですね。そのパチンコとかスロットって、リーチになって、 さあ、チャンスだみたいな感じになるわけですよ。ね、でその時の微妙な、ね、あの違いがあるらしいです。その設定1から6によって。で設定6の場合は、あのまあ、裸なんですけど、まあ、こうなりやすいみたいなことを言う人結構いますね。うん、で、実際に、えーとまあ、額はまあもちろんその人によるんですけど、例えば数千円こうやって入れて、そのパチンコとかスロットの台打つじゃないですか。ね、で、打って、ね、6番かどうかをまず見極めるんですよ。これが優位性の見極めですね。だから、FX 言ったら、 エントリーをしてみて、ね、優位性が高いと、自分が思った場面でエントリーをしてみて、実際にその冷凍の動きを、推移を見守るってことですよね。それによって、本当に自分が入ってたところエントリーしたところが優位性が高い位置だったのかっていうのがよくわかるわけじゃないですかね。だから、それはパチンコとかスロットで言ったら、6番かどうかなんですよね。で、6番じゃなかった場合、ね、皆さんがパチンコスロットを、ね、パチプロを目指して始めました、ね。で、打ってみました。でも、あ、これは多分6番じゃないな って思ったとしたらどうします？どうします？もうその台打つのやめますよね。当たり前ですよね。台変えますよね。はい、台変えますよね。そうだから、その台に6番じゃなかった。結果的に6番じゃなかった台に費やした。その数千円。まあ、その数千円で見極められるのか。もう見極めるのに1万円2万円かかるのかっていうのが、まあもちろん大事になってくるわけですけどね。 まあでもうまい人っていうのはもうそれを数千円で分かっちゃうわけですよね。だからそれをもう損切りしちゃうんですよ。だって6番じゃないんだから意味ないじゃないですか。優位性の低い台を打ち続けても。それって結局お金を搾取する台なわけじゃないですか。だって1番って1番出にくいですよね。設定6番が1番出やすい。設定1番が1番出にくいわけだから、その出にくい台を打ってしまったら、それお店の売り上げになるだけじゃないですか。ね。当たり前ですよね。はい。ね。ここで、まあ、さっきの、えー、とギャンブル要素を排除できる。 排除するための条件2つ、もう1回復習しておきましょう。ね。1番、優位性が低いときに損切りができるってことです。損切りができる。だから、パチンコとかスロットって降りられるんですよ。ね。ポーカーも降りられるんですよ。だから、ギャンブル要素を排除できるんですよね。うん。OK? ね。だから、この損切りが可能っていうのは、ものすごく重要なあの要素なんですよね。だから、皆さん、特にね、短期トレード、デイトレードとか、スキャルピングなんかやってる人なんかは、あの損切りはすごく大事な要素ですよ。あ、ダメだなと思ったら、すぐ切らなきゃダメなんですよ。ね。 だから、6以外ね、パチンコとかスロットの話であれば、6以外の台だって判断できた場合、ね、もうこれは、損切りなんですよ。損切りなんですよ。ね。はい。そしたら、他の台を打ちに行こうってなるわけですよね。他の台を打ちに行こうってなります。で、6番かどうかなどうかなって打ってたら、おこのリーチの反応はマジで6番だなって確信が持ってたとします。そしたら皆さんどうします、皆さんどうします皆さんどうしますパチプラ目指してる皆さんどうしますか当然、 ひたすら打ち続けますよね <laughs>、まああの。こうなったらあの、パチプロの人たちは、えー、ひたすら一日中打ちます。ひたすら一日中です。はいまあ、なんかいろんな人の言うこと聞いてると、だいたい2、30万ぐらいになるらしいですね。あのまあ、その時によるらしいですけど。はい、なんで、これが、要するにさっきの、えー、と条件の2つ目なんですよ。優、ね、位性が高い。要するに、6番だって分かった時は増資が可能なんですよ。増資が可能。ね、そうでしょう。 これ大事なんですよね、そう6番、うん。で、まあ正直、この増資が可能っていうのは、FX はね、ここはちょっと、増資っていうか、そのまま伸ばせばいいよねっていう考え方ですよね、FX で言ったら。あのそのまま引っ張れるっていう、そう、だから細かく損切り、損切り、損切りして、でも、えー、 1一個タイミングが合っちゃえば、ポンって取れるじゃないですか。ね。だからその値幅分、しっかり取れるところで入れるから重要なんですよね。でその値幅取れちゃえば、えー、何回も損切りしてでもトータルでプラスに持っていけるっていうのが、まあ、FX の基本的な考え方ですよね。そうねだからまあ増資、まあ、もちろん増し玉をする場面もありますよね。ねあのロングして、もうそのロングがすごい覆明期になったら、ね、そうしたら、えー、頃合いを見て買い増しをするっていうのはもちろんありですよね。だからそういうあの意味で捉えてもらってもいいんですけど、まあ、もちろんあとはちゃんとその 気軽に、えー、と安易に決済しないで、利確しないで伸ばすっていう要素。まあ、これは FX に特有の,あの要素ではありますね。はいまあ、FX も今説明した通り一緒ですね。うん、ただ、ここの動画を通して皆さんに一番学んできい,いただきたいのは、そのパチンコとかスロットっていうそのプロのギャンブラーの、えー、と行いを通して、FX における損切りの重要性ですよ。うん、だから損切りをあのデイトレとかスキャルレベルであの全然できない人。 まあ僕もあの最初の頃できなかったですよ初心者頃できなかったですけど、もうその頃の自分に言ってやりたいですよね。お前6番、お前1番ずっと打ってんだぞみたいな <laughs>。その台打ってても出ねえぞみたいな。それって時間の無駄じゃないですか、もはや。お店の売り上げに貢献してるだけなんでね、マジでね。はい,っていうところですね。で、えっと、ギャンブルに例えると、もうめちゃくちゃ分かりやすいですよね、正直ね。めちゃくちゃ分かりやすいです。あとは、 あのパチンコが、ねえー、とかね、スロットを今例にして説明したんですけど、あとはね、えー、とポーカーとブラックジャックですね、まあ、カジノでできる、えー、ギャンブルの中でポーカーとブラックジャックは優位性が高いんですよ。優位性が高いっていうか、要するにさっきのギャンブル要素を排除できる条件、ねえー、この2つですね。この2つを、えー、揃,え揃ってるのがこの2つを 両方とも満たしているのは、えー、ポーカーとブラックジャックなんですよ、まあ。ポーカーは分かりやすいですよね。さっきも説明した通り、役が揃ってない、これ絶対負けるわって思ったら降りればいいじゃないですか。ね、だからそ損切りですよね、はい。その時に勝負したら自分の持ち金がなくなっちゃうじゃないですか。持ち金がなくなったらもう参加できないわけ、ゲームに。そしたらもう、だって、要するに FX で言ったら、強制ロスカット食らってゼロになっちゃったときと一緒じゃないですか。お一緒食らっちゃったみたいな。それと一緒なんで、それダメですね。ね で、ブラックジャックに関しては、ブラックジャックはちょっと説明が、ポーカーと比べるとちょっと複雑なんですけど、まあ、ブラックジャックって、でも、ゲーム自体は超簡単で、えー、カードを一枚一枚めくって、合計の数が21に近い人を勝つんですよ。で、えっ、ー、と、これ考えておかなきゃいけないのが、あのー、特別なルールがあって、えー、10以上、えー、10、11、12、13まであるじゃないですか、トランプって。で、10以上の数、ね、10、11、12、13、これ全部10。 になるんですよブラック・ジャックというゲームの中では分かりますかだから、えー、山札、トランプの,あのワンデッキありますよね。あの中で10の数が一番多いって話になるんですよ。わかりますか、ね、?10、11、えー、12、13。あとエースですね。エースは、えー、と11なんですよあの。エースカードありますよね1。1を表すエースカードありますよね。あれって11って数えられるんですよ。ただそう考えると、まあ、要するに10以上。 のカードが出る確率が一番高いわけじゃないですかね。だからその時にあの常にその次,あの次出るカードがその10って思っておけばいいんですよね。で、思っておいてその可能性をかが一番来るその展開になる可能性が一番高いわけじゃないですかね。その条件だったらね。そうでしょ ?10 以上がの数が出る可能性が一番高いわけじゃないですかね。で考えた時にあの例えば、そうだな。うーんと、あ 相手が、ね、まあ相手ディーラーになるんですけど、ディーラーってあの、カード配る人いるじゃないですか。ディーラーとの対決になるんですけど、例えばディーラーが、えーっとね、11だから、21に近い方がいいから、例えば、えーっと、もう、カードをえーとめくってって、例えば12とかになっちゃったとするじゃないですか。12。例えば6と6で12ってなっちゃったとするじゃないですか。ディーラーがね、相手がね。そしたらもう次10が出る確率が常に一番高いわけじゃないですか。だから、 10が出る確率が高いからそこってもうディーラーはカードめく次めくった時に10が出たらもう22でアウトなんですよ21より大きい数字が出た瞬間にアウトなんですよ、ね、って考えた時にもう、えー、向こうのディーラーが11、えー、12以上の数字になっちゃったらそこで多くかけることができるわけじゃないですかだからそういって優位性が高い局面なんですよねわかりますかねちょっとねあのポーカーと比べてちょっと複雑なんですけど、まあ、でもあの選べるんですよあのさっきと一緒で この条件、二つの条件っていうのを満たしてるわけですよね。うん、そう。だから、あの、まあ、プロのポーカーとか、えー、今何でし,したあ、ブラックジャックか。ブラックジャック。そうでも、ブラックジャックが一番あの機械的ですねあの。本当に確率論ですね。はい。うん、で、えっ、ー、と、ここまではね、その、えー、パチンコとかスロット、あとは、えー、カジノで言ったらポーカーとか、 えー、ブラックジョックだ。うん。この、えー、と説明をしてきました。FX と一緒で、えー、ギャンブル要素を排除できるよその条件を満たしてる、え者、ー、たちだよっていう話をしてきました。じゃあ反対に、ね、この条件を満たしてないギャンブルも中にはあるんですよ。だから結局、運任せな要素、ね、ギャンブル任せ、ギャンブル要素をま全部排除できないよっていう、えー、ギャンブルもあるんですよ。例えば、ルーレットとかですね。あの、ルーレットをみんな知ってますよね。あの、ディーラーが、あの、ぴょんってこう、 あのちっちゃいビー玉みたいなのを飛ばしてどこに入るかをあの当てるってやつなんですけど、まあえー、と左側に入るか右側に入るかを当てるとか、まあ、あと数字を当てるとかその、えー、この数字以下もしくはこの数字以上とか、まあ、いろんな貼り方があるんですけどあれって結局あの可能性が可能性が優位性が,、ね、優位性が高い時低い時っていう判断がないんですよ、はい もう基本的にあのカジノによるらしいんですけど基本的にはそのディーラーがビー玉をこうピョンってあの飛ばす前にもうどこに入ると思うから何どこどこにいくらってこう貼ってかなきゃいけないんですよだからその時点ではもはや当てずっぽじゃないですかでしょだから優位性の高い低いというあのそういう優位性の高いとか低いという概念がもはや存在しないんですよ、ね、全部五分五分なんですよね言ってしまえばそうだからもう優位性が低いんでそう まあなんで、カジノが好きな人なんかはもうだからルーレットはやらないって言いますね。うん、そう。で、多分これ見てる人ねあの、ツッコミ入ると思うんですけど、ちょっと皆さんあの、ツッコミあると思うんでコメントしてください。はい。ちょっと一回溝見ます。 どうみんな多分みんな同じツッコミ持ってると思うんですけど、えー、と、僕もね、あの、同じツッコミおっしたことがあるんですけど、その、あのビー玉飛ばすディーラーいるじゃないですか。そいつ絶対コントロールできるだろうって思いませんえ <laughs> <laughs> 思いますよね。で、それ、あの、ちゃんとね、そのカジノによっては、そのビー玉をピョンって、あの、飛ばした瞬間に、ポン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 って、あの、貼っていい。あの、ここにいくら、ここにいくらって貼っていいっていうカジノもあるらしいです。はい。そう。だからそれだったら、 あのその D ランがビー玉投げる人があの狙ってる手ても関係ないじゃないですかねでも結局優位性の高いとか低いっていうえ瞬間は存在しないですよね常に優位性はもう五分五分の状態ですよねそうだからこれはあダメなんですよそうだからルーレットだけやっててだからプ,ロのプロのルーレットギャンブラーみたいない,ないですよねそうありえないでしょうね,うんね一度かけたらもうけ金を変えられないわけですよねだからもう優位性だから損切りできれば 損もちっちゃくできるし、増資ができれば、えー、利益を大きくできるわけだけど、そういう要素が、えー、このルーレットにはないわけですよね。うん。そう。だから、えー、そこに問題があると。ね。そう。まあでもね、FX は本当違いますよ。ね。FX はもうとにかく、この、えー、損切りするかどうか、そして、えー、まあ、増資、まあ、要するに利益を伸ばすかどうか、あるいは増し玉をするかどうか、ね。それを自分で選べるんですよね。そう。だから、皆さんがやってるのは、本当に、あの、 ギャンブル要素を排除できるギャンブルなんですよね、まああの。FX って確かにギャンブルですよ。だってポーカーもブラックジャックもギャンブルじゃないですか。ギャンブルの定義って、まあ、人によって、まあ、どううなんだろウィキ e ディアとかちょっと調べてないですけど、まあ、ギャンブルの,要素あの多分定義って普通に運の要素があの大きいものってことですよね。そうでしょ、うん、でもそんなこと言ったらスポーツとかってそうじゃないですか。ね、あの同じ、例えば松坂大輔の同じストレートだとしても、 当たる時もあれば当たらない時もあるじゃないですかね。変化球の後の、えー、ストレートなのか、あるいはツーストライク、追い込まれた後のストレートなのか、あるいは、えー、スリーボールの後のストライクを取りに来たストレートなのかによって、そのね、打てる確率も変わってくるじゃないですかね。だから、まあ、運の要素っていうのは絶対あるわけですよね。そうでも、その中でも、ね、ギャンブルと呼ばれているプポーカーとか、まあ、パチンコとかであっても優位性をいじる、あの優位性の高い、低いという概念、 がありますで、その時々によって自分の行動を自分で選べるっていう状況が、えー、あるのであれば、それはもうギャンブル要素を排除できるんですよ。ねどうでしたかわかりましたかね皆さん。まあでも、損切りに対するイメージっていうのは湧いたんじゃないかなと思います。僕もね、あの初めてその設定6がどうのこうのって話を聞いた時、そのパチンコとかスロットもね、これは損切りめちゃくちゃわかりやすいなと思ったんですよね。もう初心者の頃の自分にマジで伝えたいなと思いました。はい、ということで、 初心者の頃の難品王子、聞いてるかってって <laughs>、はい。で、えっ、ー、と、まとめに入ります。で、FX 取りー,ーの仕事っていうのは、とにかくこの優位性の見極めですね。もう一回言いますよ。優位性の見極めです。はい。なので、えー、エントリーするときから、あのー、わかんないですよね。あのー、エントリーするときはもちろんみんな自分にとって優位性が高いと思ってる場面で入るわけじゃないですかね。でも、その後ですよね。その後、本当に、 今自分がエントリーしたところは優位性が高いところだったのかっていうのを見極めていかなきゃいけないわけじゃないですかねで優位性がもはや低くなってしまった、まあ、要するに逆行してしまったら損切りができるっていう自由を皆さんは持ってるわけですよねだからねもう優位性がないってもう相場がマーケットが教えてくれてるのに損切りしないっていうのはそれはあのー、もう6番じゃないのに打ってるようなもんなんですよだからパチンコ屋の売り上げに貢献してるだけなんですよ まあだから要するに、あの相場を動かしている、ね、道元がいるわけじゃないですか。ね、その道元にお金を渡しているのと一緒なんですよ。皆さんがね、あのー、稼いだ大事なお金なのにっていう話なんですよね。うん、そう。で、まあ、そして何よりですね、まあ、最後、FX から、えー、ギャンブル性を排除するためにですね、もうとにかくその損切りをちゃんとしましょうねってことです。損切りをちゃんとしましょうねってことです。うん まあ特にデイトレードとスキャルピングですよね。もう短期のトレードっていうのは、損切りがすごい大事になってきます。うん、まあ、スイングの、まあ、僕はスインガーなんですけど、あの長期のスイングトレードに関しては、あの損切りするかどうか。要するに、さっきの話した、この優位性の見極めですよね。あの明確に逆行して、自分の根拠が否定されたかどうかを判断するのは、結構時間がかかるんですよね。そう。だから、スイングも、もちろん損切りは大事です。絶対しなきゃいけないです。あの、根拠が崩れたら。 ただ、えー、その見極めには時間がかかりますね。そう。スキャルピングが一番早いですね、もちろんね。あのー、損切りするかどうかの見極めは一番早くなきゃいけないです。はい。ね。ということで、皆さん、まとめ、損切りをちゃんとしましょう。OK。いやッケー、OK、分かったよ、ピ品王子。ちょっと、今日の動画、損切り分かりやすかったよって思ってくれた、そこのあなた、今すぐいいのボタンを押してください。今すぐちょうだい。ちょうだい、ちょうだい。 ね、くれくれくんですね。やばいやばい。ということでね、はい、今日の動画はここまでにしようと思います。えー、このような形でね、えっ、ー、と、FX の初心者向けにね、あの、土日は、えー、もう、初心者のこの自分に向けて発信してます。はい。なのでね、あの、FX 初心者の人は、えー、チャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。えー、あとですね、Twitter の方ね、あの下の説明欄に貼ってあるんで、えー、フォローよろしくお願いします。い、yeah、えということで、この動画は終わりにします。じゃあ、バイ。See you tomorrow. 明日日曜日はね、何の動画かやるか決めてないです <laughs>。はい。<laughs> ということで、バイバイ。バイバイ。